ちら東大赤門前です。今日はここ東京大学の後期日程、合格者の発表の日になります。未来の日本を担っていくであろう時代の若者。受験は今年だけじゃない。まあ気にすんなよ。また来年受ければいいじゃないか。東大。東大生。高校2年の春から勉強一筋と心に決め、現役合格のため好きなサッカーもやめて、とうとう俺は東大文一に合格したのだ。この充実感、この勝利感、上を目指し常にそれを乗り越えていくことの心地よさ、今俺は断言できる。人間、勝ちが一番だ。危ない。いや、ごめんごめん。ところで、君新入生だよな。ずいぶんボールの扱いがうまいじゃないか。見えすいた手だな。悪いが俺は在学中に司法試験と国家一種の両方にトップの成績で合格する予定なんだ。東大のお坊ちゃんサッカーなんかに付き合ってる暇は。だからくだらない玉蹴りに付き合ってる暇は。村上、5人抜きで短期ゴール狙いとはやられたぜ。村上よ、やっぱお前はすげえわ。試合の時だけの助っ人なんてやめて本格的に復帰しろよ。お前ならプロチーム目指せるぜ。悪いが佐野、俺にはもっとでかい目標があるんだ。ありがとう。短い間だったけど楽しかったよ。みんなとサッカーができて。村上さん、そして君がいてくれて。これ以上一般教養に出ても無駄だな。これからは試験のみに出席して余った時間を司法試験と国家一種の勉強に充てるか。村上さん、何か行き急いでるみたいです。あ、なんか言った？ いえ。今解散なんだ。アルバムだってミリオンだし、ドームツアーの話だってあんだぜ。一人で決めるなんて勝手だよなあ、エリちゃん。なんとか言ってやってよ。私は、あ、村上さん、
ごめん、エリちゃん。私は村上さんについてきただけですから。何か違うんだよね。これは俺の求めていたものじゃないんだ。これからどうするんですか？そうだな、司法試験までは少し間があるし、一つベストセラーでも書いてみようかな。だから続きは書きませんってば。そんなこと言わずにお願いしますよ、村上先生。ほら、こんなにたくさんファンレターも届いてるんですから。司法試験だってあるし、大体僕は続編なんて全然構想してなかったんだ。それ売れたから続きを書けなんて、まるで悪しき商業主義の安直な。じゃあこうしましょう、口述筆記。先生のお話を頂戴して、当社出入りのライターがまとめて一丁上がり。どうです？まあ、出版界では常識ですから。ああ、おい、そうだよな。はいはい、それはもう、はい。あれ、先生？村上くん、ご無沙汰してます。受験の時以来だね。元気ですか？本読んだよ。函館の本屋さんで見つけてびっくりしちゃった。すっごくビッグになっちゃったんだね、この子の。はるかちゃんはやはり二次試験での挽回は難しく、東大受験に失敗、函館の教育大に通っていた。そして俺はなんてことだ、そんなはるかちゃんをいつしか忘れていた。もう一度会いたいって言ったら怒るかな。二人で行ったあの修道院のマリア像の丘で、あの頃みたいに笑い合いたいね。この手紙真に受けて村上くんが来てくれたら。はるかちゃん、村上くん。なおき、そろそろ現実に帰れば。夢？そんなバカな。俺はいい人じゃないんだ。俺は君を裏切った男なんだ。二次試験の前の夜、俺は相次ぐ不合格で不安に陥っていたエリちゃんと嫌な男だって分かっただろ、とんでもない奴だって思っただろ、嫌悪感でいっぱいになっただろ。これが俺なんだ、本当の俺なんだ。醜い、汚らしい、卑しい俺だ。俺は最低の男だよ。
な。村上くん、村上くんが自分のことを嫌いになっても私は村上くん全部大好きだから、私も一緒に浪人する。来年もう一度受けて東大合格しよう。いや、ダメだ。君は今年入学しろ。来年俺は必ず東大に入る。まぐれは2回も起きないよ。君はちょっと先行っててくれ。佐野から聞いて全て知ってたんだな。そうさ、俺は情けない人間なんだよ。結局早稲田に行きながら仮面浪人して東大目指してるわけだし、セックスさせてくれそうな可愛い女の子にはズルズルと引きずられるままに優しくしてしまうやつなんだ。私はそんな直樹が好きだな。直樹の卑怯なところもわがままなところも。直樹、いいよ、私のこと好きにして。直樹になら何されてもいいから。その正直なところも好き。私のこと体だけが目当てでもいいわ。必要としてくれるだけで。彼は電話に出られないわ。何かしら。あの最近連絡が取れないもので、村上くんに何かあったのかなって。直樹はあなたなんかと話したくないって言ってるわ。もう電話しないでくれるかな。聞いてるの？直樹には私がいるんだから、もうあなたを必要としてないってこと。これで分かった？ごめんなさい。話し声がしてたけど電話。ううん、何でもない、独り言。でも何か。いいから来て、直樹。できちゃったみたい。本当なのか。何が？セリ。犬も弾けるこのうまさ、いつも美味しい骨ボーン。そうか。どうして欲しい？二人とも学生だしな。おろせって言うの？え？どうやって説得するか考えてたんでしょう。ひどいよね。男は気持ちいいだけで何のリスクもなくて。この子は私と直樹が愛し合ってできた大切な子よ。自分たちの上辺の幸せのためにおろせっていうの？将来の私たちの幸せって子供の命を犠牲にしないと成り立たないわけ？それに手術すれば私の体だってすっごく傷つくんだから、一生子供の産めない体になっちゃうかもしれないのよ。どんな手術か知ってる？無理やりえぐり出すのよ、赤ちゃんを。マキ、直樹は気持ちいいだけなのよね。そんなこと。本気で直樹が私のことを愛してるなんて思ってないわよ。だって直樹は水野さんのこと今でも。産んでくれ。産んでくれよ。いいの？もちろんさ、マキはいい母親になると思うよ。嘘、
どうやって育てるの？学生の間は二人で交代でバイトと育児をする。卒業して何年かすれば俺の稼ぎだけでもやっていけるようになるよ。直樹。マキ。なあマキ、男の子かな女の子かな。直樹。俺も親父か。何ふざけてんの？埋めるわけないでしょ。もうちょっと真面目に考えてよね。ふざけてなんかいないよ。マキ、産んでくれよ。俺と君の子を。マキ、マキ、俺は必ず合格する。生活に不自由はさせない。お前を幸せにする。だから、だから。最低。あんたがそんなに無責任で自分勝手なやつだとは思わなかった。あんた、私の気持ちなんて考えたことないでしょ。ねえ、私が子供を産むってことがどういうことか真剣に考えてる？考えて。もし今私が子供を産んだら、私の20代の明るく楽しく自由な女としての人生は全て子供に奪われるのよ。体の線は崩れてくるし、お金はなくなり、育児や家事に追われる煩雑な毎日。そんな辛い思いをさせてまであんたは子供が欲しいのね。そりゃあそうか。結局男は大して育児や家事もしないし、子供を産む苦しみもない。そんなことは経験しないから、頭の中からすっぽり抜け落ちて、いかにもいい人間ぶってエセヒューマニズムによって子供を産めなんて言うのね。頭の中で作ったかっこいい自分によって涙なんか流して愛とか言うな。もっと現実を見ろ、弱虫。マキ、頼む、俺の子を殺さないでくれ。まだそんな。マキ。今村上って男がどんなやつかよくわかった。マキ、だって慣れ慣れしく呼ぶなよ。その顔は二度と見たくない。待ってくれよ。大丈夫かマキ、つまりか。お前の情けない泣き声が気持ち悪いんだよ。触るんじゃねえ、この泣き虫の弱虫野郎。マキ、俺はお前のことを。来るな変態。警察呼ぶよ。警察沙汰になったらあんたの人生に汚点がつくよ。あんたとなんか付き合わなければよかった。マキ、お前という女は俺にとって一体どういう存在だったんだ。はるかちゃんと俺との関係が受験でギクシャクした時に現れて俺を虜にし、生理がないって言うから子供を産んで二人で育てようって言ったら、ああ、もっとどうにかなりそうだ。もはやこの手しかない。立たない。どうして、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 どうして。私を探しに行ったのかな。残念ながら違うな。パニック状態で一人でいるのにいたたまれなくなって逃げ出したのさ。あいつは高校時代からいつもそうだ。やっぱりハルカって女のところ。それもどうかな。奴はお前が妊娠したって嘘を心底信じてる。ハルカちゃんには罪悪感で会えないね。こんな時男が行くのは自分を無条件で慕ってくれると思ってる相手のところさ。ま、その子も今は。佐野ってさ、あいつと友達だよね。友達だけどな、あいつはもうちょっと女の子の気持ちを分かった方がいいと思うぜ。ここだ、エリちゃん。ちっちゃくて可愛くて一緒にいると心の休まる女の子。俺のボロボロになった心を癒してくれるのは彼女しかいない。このドアの向こうに優しい温かい彼女のエミが。
村上さん？ん？やっぱりご無沙汰してました。エリちゃん？はい、よかった、元気そうで。いや、近くに来る用事があったんで、どうしてるかなって思って。上がっていってください、美味しいコーヒー入れますから。いや、いいよ、邪魔しちゃ悪いから。じゃあ、村上さん。エリ、あいつだろ。そう、あの人。エリの初めて。まあね。今夜も泊まっていっていい？エリのバカ野郎！お前なんか、お前なんか！俺を慕ってくれていたエリちゃん、半年前は青春だったエリちゃん、俺と初めてしてたった半年なのに、もう大学生の彼氏と、それも俺の時と比べたらもう大人と子供ぐらい違う濃厚なやつを。観光相撲建築現場の花ってか、やれやれ熱血だな。お、毎晩付き合う俺らも追求な限りだ。無茶な納期に付き合わせちゃって面目ねえっす。気にすんな気にすんな。あ、どうした？あいつ、はるかの。おい、そこのあんちゃん。お、しょぼくれてるね。こっち来て当たっていきなよ。あたい建築家志望でね、昼間は学校に通って夜は現場で実践勉強ってわけでさ。へえ。あんたは？はるかと一緒に東大入ったんだよな、確か。東大に入ったのははるかちゃんだけさ。俺は不合格で早稲田で仮面浪人をしてるんだ。そうか、行けるといいな東大。はるかも待ってるしな。でも俺には分からなくなってしまった。あ、東大法学部に入り、在学中に国家一種にも合格して財務省へ入省、司法試験にも合格して弁護士になって、外交官試験にも合格して外務省に入省し、それから日本のために、国民のために、それからどうする？選挙にでも出てみるか？甘ったれるな！弱音を吐いたら慰めてもらえるとでも思ったか？大体お前、今まで本当に人の気持ちを考えたことなんてあるのか？いや、俺は。エリのこともそうだ。親切にした自分に酔ってただけ。頭の中は自分のことだけだ。美里から聞いたぜ。東大受験の時のこと、はるかがどれだけ傷ついたか分かってんのか！それでいてプライドを脅かされると、今度は誰かになくするよって傷口を塞いでくれと泣きわめく。まったく、お前を見てるとイライラするぜ。お前なんかに何が分かる。なあ村上、あの子がなんでお前じゃないとダメなのか、あたいにはさっぱり分からんが、はるかを悲しませるようなことだけはするなよな。そんなことがあったんだ。ああ、つい手が出ちゃったんだけど、なんつうか虚しくてよ。余計なおせっかいだったのかもな。なあはるか、村上のそばにいてやれよ。あいつは。私だって村上くんのそばにいたいよ、とっても。でも今は我慢するの。村上くんが合格するまで私に会わないって決めたなら、私は村上くんのことが好きだから、全部大好きだから
村上くんの決めたことを大切にしてあげたいよ。はるか、もらうね。おい。まったく叶わねえよな、はるかには。どうしたの？ちっとも嬉しそうじゃないのね。あんなに東大東大って言ってたのに。マキか。うん、俺にはもっと大事な約束があるからな。ところでマキ、お前お腹の子供は？ごめん、あれ嘘。うん、そうか、よかった、嘘で。じゃあ行くから。待ってるのね。ああ、待たせてるんだ、随分と。いいのか、行かせちゃって。あたしにもプライドってものがあるのよ。へえ、そうですか。何よそれ、ムカつくわね。いや、別に。さあ、お嬢様、お帰りは馬車を用意してございます。こいつ。その日、舞い散る満開の桜に取り巻かれて、僕は僕の現実をしっかりと抱きしめた。Cool.